お元気ですか？谷村新司です、日本各地から桜の便りが聞こえてきて、そのニュースに心がほっこりとしている、そんな毎日です。早咲きの桜から山桜まで、これから日本は桜列島に、なっていきます。さあ今日も明るく元気にラジテレ始めてまいりましょう。さて今回のテーマはセットリスト。セットリストです。あんまり聞いたことないっていう方も多いと思います。我々音楽業界ではセットリスト、通称セトリと呼んでおります。このセトリって何だろう。これは一つのステージの1曲目から最後の曲までの楽曲のメニュー、こう言えば皆さんにも分かりやすいかなと思います。これがセットリスト、セトリです。思い返すとこの50年間、数えきれないほどのセトリを作ってきました。まあアーティストそれぞれ、いろんなこだわりがあって、このセットリストにも特徴があるっていうのがもう人それぞれだと思います。その日の気分で、どんどんこのセトリのメニューを変更していくっていうアーティストもいれば、その楽曲の流れを大切に変えないという人も中にはいます。谷村の場合は、自分のやりたい曲ばかりを選ぶ、そんなことはまずないです。今聴きに来てくださる、あなたの気持ちを考えながら、あなたの気持ちになって考える、これがまず基本です。客席の気分、これを一番大事にしております。だから全体バランス的に言うと、8割から9割の安心感と、1割から2割の驚き、これが、谷村がセットリストを作っていく基本になっております。